ジャニーズ界の謎金プリキシュタ平タヒラの仕様なぜに野宮和也の番組で出演シーン丸ごとカット ?2023 年上半期ベスト5。こんにちは、読者の皆さん。2023年上半期、ジャニーズエンタテインメントの世界では驚くべき出来事がありました。 キング・アンド・ンスのキシ太タと平野紫耀が、なぜか二宮和也の番組での出演シーンが丸ごとカットされてしまったのです。一体なぜ、これほどの大きな事態が起きたのか、その真相を追求しましょう。キンプリキシ太タの退場告白。すべては、キシ太タのジャニーズ事務所退場に端を発します。 彼は1月29日、日本テレビ系の番組、5択を並べてバハイハに出演し、事務所を退場することを告白しました。騎士はこの番組で、父親に退場を告げた際のエピソードや、グループの仲間たちとの別れについて赤裸々に語りました。この放送は、彼の本音が明らかにされた重要な瞬間でした。フ u ル u のカット、なぜ しかし、一週間後の2月22日、同じく日本テレビで放送されている二宮和也のバラエティ番組、二のさん、では、奇妙なことが起きました。この日の放送は、これまでのゲストとの名場面を振り返る総集編で、騎士と平野が登場をするシーンが流れるはずでした。しかし、フールの配信では、二人の出演シーンが丸ごとカットされていたのです。このカットに対して、 ファンからは驚きと疑念の声が上がりました。どこが NG 出してるのジュリージャニーズ事務所社長の仕業など SNS で圧力を疑う声も広がりました。真相はでは、このカットの真相は何なのでしょうか一方では、事務所関係者は、出演交渉の段階で曲側から、配信でも流れますか大丈夫ですかと確認されます。 ジャニーズとしては、辞めたタレントと現所属タレントが一緒に写っているのは嫌だということもあるのではないでしょうか、と推測しています。一方で、バラエティ番組のベテランプロデューサーは、フールー側のリスク管理では、と語り、地上並みの内容をそのまま配信した場合、退場後に二人から、配信は止めて、と言われる可能性がある。そのリスクを考え、 フ l ル側があらかじめ出演箇所をカットしたのではないでしょうか。業界のルールとして所属していた事務所が OK と言えば使っていいことになっていますが、それとは別に本人が嫌と言えば使いづらいのは確かなので、と説明します。事務所との連絡はジャニーズ事務所。 フールそして日本テレビに問い合わせた結果、どの側も権利上の理由で配信できなかったと回答しました。ジャニーズ事務所からの回答によれば、編集内容について要望を出した事実はなく、連絡はテレビ局からのものであるとしました。結論。この一連の出来事は、ジャニーズエンタテインメントの厳格なルールや、 タレントの退場に伴うリスクを考える重要な事例と言えるでしょう。一方で、ファンたちはなおも真相を求めており、今後の展開が注目されています。ジャニーズ界の謎、そして岸優太と平野紫耀の今後について、我々は注視し続けます。どうぞお楽しみに。